バレンヌ事件、バレンヌ事件、バレンヌ事件は、フランス革命時の1791年6月20日から翌朝にかけて、フランス国王ルイ16世一家がパリを脱出し、22日に東部国境に近いバレンヌで逮捕された事件でる。バレンヌ国王一家逃亡事件、バレンヌ逃亡、またはバレンヌ逃亡事件とも、厳密には国外を目指していたわけではないが、 亡命未遂事件と当時の人々に断定され、衝撃を持って懸念された。結果として、フランスにおける国王の権威は失墜し、共和派が台頭して、立憲王政の成立する見込みがなくなっただけでなく、反革命側に、ルイ16世がいるという認識が広まったことは、国王処刑の原因にもなった。フランス革命の先行きを憂慮していた、改明派貴族たち、 特に立憲王政派のミラボーは国王がパリを脱出し、急進的なパリ民衆の影響下にある国民議会を解散して、地方の支持を背景にして国王の直接統治を行うべきであると進言していたが、ルイ16世本人が王たる者は国民から逃げ出すものではないとして、ガンとして反対し、実現しないでいた。これには10月更新以来国王が その守護者となることを誓ったラファイエットに信頼を寄せていたことも一因で彼はミラボーの性敵であった。しかし革命の進展とともにラファイエットの権力は日増しに弱まり約束が保護にされ改革によって様々な権限が奪われていくことに国王は不満を強めていった。1790年10月20日大臣避難決議と新大臣任命に関する ラファイエットの表裏ある態度に、ルイ十六世は激怒し、憲法に規定された自由人免権すら侵されたとして、彼を見限って、思い切って、反革命に転じることにした。国王はすぐに、王党派であるパミエル、ダグー司教とルイシャルル・オーギュストルとノリエド・ブルトゥイユ、男尺を呼び寄せ、王の代理として、諸外国と交渉する全権を密かに与えた。十二月十七日、聖職者に、 革命の処方への宣誓を強制する法律に署名を強いられた際には、不本意な国王は、こんなありさまで、フランス王として残るら、メッス氏の王になった方がましだ。だが、もうじきこれも終わると述べ、何らかの計画があることを、案に漏らした。ルイ十六世は、王帝アルトワハクや、亡命貴族が行っていた地方での反乱放棄の扇動などには賛成せず、 彼らの愚かさを非難したが、一方で、ウルトゥイユ男爵が必死に、諸外国を説得に回り、結成を目指していた新生王政連盟に対しては、密かに期待していた。しかし具体的に支援を約束したのは、王権神授説を信じるスウェーデンをオグスタフ賛成だけで、イギリスは、植民地の譲渡などを条件に中立を約束したが、ローマ教皇の宗教上の支援はあまり効果がなかった。 特に痛手であったのは、王妃マリー・アントワネットの実刑である神聖ローマ、皇帝王ポルト2世が、ポーランドやオスマン帝国の情勢を鑑みて、計画に懐疑的態度をとったことであった。彼は口実をつけて、交渉を引き延ばし、これにより、無意に8ヶ月間が経過したため、その途中12月には、マラーの人民の友神などのパリの革命派新聞が、 国王側の不穏な陰謀の気配を嗅ぎつけてしまい、1791年1月30日には、デュボア・クランセが国王の計画をジャコバン派にばれてしまった。国王が逃亡するという噂は、計画が事実であっただけに、深刻なものであった。議会は国境の警備を強化して、王族の監視も強化した。しかし、ルイ16世は、 反カトリック的な法律ができたこともあるが、挑発するかのように、先立っておばにあたる、アデライード王女、修道女とビクトアール王女を出国させ、ローマに行かせた。離国事件はすぐに問題となり、彼女たちは途中で二度も捕まった。これはちょうど亡命禁止法を議会で審議していた、時期の出来事であったが、ミラボーの人権を擁護する主張により、この法案は退けられ、議会は、 特別命令を出して、出国を許した。しかし一方で、議会は、王の逃亡は大意とみなすと宣言して警告し、王妃が、中仏オーストリア大使、フロリモンイコールクロードドメルシーイコールアルジ白ク,クと、交わしていた書簡を調査して、その不穏当な内容を問題視して、摂政職から女性を排除する、法案を可決させた。1791年4月2日、 ミラボーが休止した。ミラボーはもはや国王が唯一信頼していた人物であったので、国王は免獣副配の態度を強め、公認者を誰も信頼しなかったし、王妃の国王に対する発言力が増した。三党派やバルナーブがブルジョア的政策を進めて、議会と民衆との圧力が顕著になると、国王は反革命のチャンスであると思ったが、 レオポルド2世との交渉は全く進んでいなかった。ところが、4月18日に事件が起こった。この日、国王一家は復活祭のミサを行うために、サンクルー宮殿へ行行しようとしたが、民衆はこれを国王が逃亡するものと思い込んで、チュイルリー宮殿の門を人垣で塞いで馬車の行く手を妨害した。ラファイエットは、群衆を解散させることができずに、国王一家を守るべき。 国民衛兵隊も、行行が中止と発表されるまで妨害を止めなかった。マリー・アントワネットは、これで私たちが自由でないことは認めざるを得ないでしょう。と言い、国王一家は自分たちが実際には囚人であることを確認した。最初は乗り気でなかった。ルイ16世も真剣に脱出計画に耳を傾けるようになった。計画に積極的だったのは国王に強い影響力を、 持っていた王妃マリー・アントワネットであった。彼女は実家であるオーストリアへ亡命することを企てていた。当時はフランス国外へ亡命する貴族はまだ多く、亡命そのものを罰する方もなかったことから、変装によってそれに見せかけることは可能であった。マリー・アントワネットはメルシー大使を介して秘密書館で本国と連絡を取り、亡命が成功した暁には、 実家は元より血族のいる諸外国の武力による手助けを得てフランス革命を鎮圧しようと夢見ていたようである。しかし、当のレオポルド2世はルイ16世が申し出た1500万リーブルの借款を断りしぶしぶ軍隊を送る条件として国王一家がパリを脱出した後に憲法を否定する声明文を発しなければならないとした。このためルイ16世は パリ逃亡の際の国王の宣言を作成して成功したら発表する予定であった。これはパリ脱出の経緯を説明するもので国民議会の憲法違反を非難する内容だった。闘争の資金は銀行家から借金することになった。王妃マリー・アントワネットの主導のもとに計画が立てられたことでいくつもの問題が生じることになった。まず計画の中心人物が 王妃の愛人とも噂された、あの、スウェーデン貴族フェルセンなった。彼に協力するのは、ショアズールリュ騎兵大佐と王室義士、ゴグラーという国王と王妃に忠誠を誓った個人で、数名のこの医師官を除けば、国内で活動していた王党派との連携はほぼ解無であった。国境地帯の軍を預かっていた、VA 公爵は重要な役割を果たすこととなったが、このような問題に、 外国人が関与することに当初より強い懸念を示した。フェルセンは、ルイ16世の進化ですらなかったからである。しかしフェルセンは、王妃の信頼に応えようと、国王一家の逃亡費用として、を出資したというほど、献身的であった。フェルセンは別の愛人のエレオノールシュリバンにこの資金の一部を、用立ててもらい、さらに二頭立て馬車や旅券を手配したが、これらは、 彼女の助力の賜物だった。ところが一方で、マリー・アントワネットの無理な主張にも振り回され、馬車は八頭立てのベルリン型の大型四輪馬車の新品とすることになって、内装を特注にし、さらに美しい服などを新調したことなどにより、脱出は当初の予定より1ヶ月以上も遅れることになった。また、王妃の主張する亡命というアイデア自体も難があった。 実行役となる VA 公爵は反逆罪に問われる可能性が高かったことから国王の署名入りの命令状を求めるなど抵抗した。ルイ16世も国外への逃亡という不名誉を恐れ計画の変更を求めてルートをフランス領内のみを通過するものに変えた。しかしこれは VA が最初に提案した予定よりも危険なものになった。最終的な目的地は フランス側の国境の町であるモンメディの要塞に決まった。ここに国外の亡命貴族軍を呼び寄せて合流する予定であった。つまり実際には亡命ではなかったのである。オーストリア領ネーデルランと今のベルギー・ルクセンブルク国境に集結していたオーストリア軍の協力を当てにはしていたが国王はあくまでも国内に泊まる決意だった。 計画は6月19日に決行される予定であったが、直前まで、マリー・アントワネットに振り回された。何もかも準備は整っていたのに、彼女が革命派と考えていた小間遣いが非番となる、翌日まで1日伸ばされることになったのである。他方、VA は街道に、配下の竜騎兵及び、両騎兵部隊を配置して警護させようと考え、準備していたが、彼らは、 応答派というわけではなかったので兵士たちには任務内容は知らせなかった。指揮官のショア・ズールは、ただでさえ秘密の保持に苦慮するところであったが、このように予定が突然変更になって部隊は、右往左往することを強いられ、計画は実行前からズタズタになっていた。1791年6月20日、月曜の深夜、ルイ十六世と王妃、王子と王女は、 それぞれ変装してバラバラに分かれて、チュイルリー宮殿を抜け出した。予定では午前0時の出発のはずだったが、国王の監視役であった、ラファイエットの予定外の長いによって、結局、国王が宮殿を出たのは午前1時を過ぎていた。一行は、ロシア貴族のコルフ公爵夫人になりすまして、このエシカン・マルデンの手引きで、ほろキ二等立ての馬車に乗って、誰にも止められることなく、 宮殿を出て行った。王子と王女は仮面舞踏会に行くと言い含められていたので驚いたようである。一方、護衛を務めるショワズールとコグラーは、この十時間前に両騎兵を連れてすでにパリを出ていた。旅券には書かれた一行の人数は六人で、コルフ公爵夫人の役には王子たちの宝母であったトゥルゼール公爵夫人がなり、その子供には、 王太子ルイ・シャルルと王女マリー・テレーズが旅行会添え人が大妹エリザベート・デュランという名前の十六にルイ十六世がマダム・ロッシュという名前の次女にマリー・アントワネットが噴していた。馬車の業者は変装したフェルセンであった。まず、クリシー街、原パリ九区27番地付近のシュリバン夫人の邸宅に着くと、ここで用意していた大型の豪華なベルリン馬車に乗り換えた。 さらに二人の従者が車後に乗った。フェルセンは、自ら、手綱を操って、回り道しながら二台の馬車は北に向かった。すでに午前二時半を過ぎていた。翌二十一日の午前六時に、次女たちが、国王一家の不在に気づいて通報したので、彼らには四時間の猶予もなかった。急を知ったらファイエットは、国民議会と、市役所に大砲を三発放たせて、警報を発し、 パリに限界体制を敷いた。捜索隊がすぐに組織された。怒った民衆はすぐに宮殿になだれ込んで、ルイ16世の胸像を叩き壊し、早くも退位を要求するなど生きり立っていた。大砲の音は逃走中の馬車の中の国王の耳にも聞こえたので、彼は何通か衣装を書いたが、しばらくすると追ってはついてきていないことがわかり、緊張が解けた安堵から気が抜けていった。 パリ郊外のボンディまで来て、ルイ十六世はこれ以上は、フェルセンは随行するなと命じた。外国人に先導されることも、王妃と親しすぎる人物を連れて行くことも、できなかったからである。彼は王妃に別れを告げて去った。その頃、ショワズールは、四十名の両騎兵と共に、シャロンの町の近くのポンド・ソルベールの橋でずっと待って、いたが、待てども待てども、 国王の馬車は到着しなかった。何事かといぶかる住民の目にさらされて、だんだん不安になったショワズールは、舞台を分散させ、街道から隠すことにした。国王の馬車は、銀食器やワインハッタル、調理用、暖の2台など必要品をたっぷり乗せ、ゆっくりとした速度で進んでいた。国王一行がシャロンに到着したのは午後4時だった。紛争した、国王一行は、安心しきっており、 ここで優雅に食事をして、豪華な馬車と荷物を人々に見せびらかせて悠々と去っていった。すぐに街中に王室一家が通過したという噂が広まった。ポンドソルベールで国王は最初の護衛に会えると思っていたが、ショアズールの愚かな判断によって行き違いになった。次のサントムヌーの街でも、 別の竜騎兵部隊が待っている予定であったので、国王はさらに2時間進んでこちらと遭遇することを期待した。しかしサントムヌーでも、不審な部隊を警戒した地元の国民衛兵隊300名が、武装して集まってきたので、衝突を恐れた指揮官の弾道案隊員は、解散を命じて、竜騎兵たちの多くは、市民と一緒に酔っ払っていた。よって、 ここでも国王は護衛とは合流できなかった。しかし、ランドワン大衣は、なんとか国王の馬車を見つけ、彼は近寄ってえしゃくした。ところが、運悪く、それを言う鼓に出ていた、宿液長のジャンイコール・バプティスト・ドルーエが見ていた。彼は、大尉や隆起兵たちが、馬車の中の重木や次女にうやうやしく挨拶するのを、懸念思った。そこに、 シャロンから王室一家が通過したという噂が流れてきたので、ハッとしたドルウェは、宿役所に走って、初期から、アッシニア紙幣を受け取って印刷された肖像を見て、見ると、まさにさっきの一行の中にいたのが、ルイ十六世であった。彼らは馬に乗って、馬車を急いで追いかけ、感動を抜けて先回りした。の街で、国王はようやく護衛の竜騎兵部隊と交流できたが、 国王の逃亡はすでにこの街ではニュースになって、騒ぎになっていた。街の当局者は、一行は怪しんだものの、ゴルフ公爵夫人の旅券を持つ国王の馬車を止める、権限がなかったので、行かせることにした。しかし明らかに不審な部隊の随行は禁止した。再び護衛と引き離された国王の馬車がバレンヌに、到着した時、ドルエラは先に到着して、 大勢の群衆と共に待ち構えていた。バレンヌの町では、ブイエの息子ら二人の連絡将校が待っているはずだったが、彼らは待ちくたびれて寝込んでいた。橋の向こうでは馬車の替え馬が準備されていた。ここで馬を変えれば、モンメリまではわずかな距離であった。ドルーエは警鐘を鳴らし、彼にはそんな権限はなかったが何としても亡命を阻止すべく。 すでに橋にバリケードを作って封鎖していた。騒ぎに目を覚ました。v への息子は発覚したと思って逃げ出した。ドルーエに引き止めないと反逆罪だぞと脅されていた町長は旅券をチェックしてよろしいと許可を与えたが、もう旅を続けるには遅いから一休みして行かれては、どうかと勧めた。馬車を群衆に包囲され、身動きが取れなかったので、しばらくすれば、 ブイエカ・ショアズールの部隊が助けに来るのではないかと期待した国王はこの招待を受けることにした。24時間の逃避行で彼らも疲れていた。ソースという名前の食料品店の2階に部屋が設けられ簡易ベッドと粗末な食事が出された。夜半になってショアズールが両機兵を連れて息を切らせて到着し、彼らは群衆をかき分けて、 食料品店の2階に駆け上がってきた。すぐに結論を開いて脱出しようというが、外には数万の群衆が集まっており、中には武装した国民衛兵隊もいた。大半はただの野獣まで、これらすべてが国王に敵外心があったとは思えないが、かといって無事に通り過ぎられそうでもなかった。女子供を連れて強行突破は難しいと逡巡している間に朝が来た。 6月22日、国民議会の使者、ロメーフが国王一家を交流せよとの命令を持って現れた。すべてが露見したが、ルイ16世はさらに時間稼ぎをしてブイエが救援するのを待とうと試みた。国王は疲れているのでパリに立つまで2、3時間の休息が欲しいと言った。ロメーフはラファイエットの副官で、内心では応答派であったのでこれを受け入れた。 しかしもう一人の死者のバイオンが拒否し、パリへ、パリへと群衆を煽った。群衆の怒声と熱気に恐れをなした町長や町議員、商店主が出立を懇願するので、国王もついに関連し、しょうがなく、国王一家は、社中の人となった。マリー・アントワネットは屈辱に唇を噛み締めていた。その、わずか半時後、v エ公爵は部隊を連れて、バレンヌの町の手前までで、 国王がすでに屈服したと知らされた。彼はそのままかかとを返して、道を引き返し、国境を越えて亡命した。一方で、同じ日に逃亡した王帝のプロヴァンス伯爵夫妻は、同じ頃には、無事にオーストリア領ネーデルラントに到達していた。プロヴァンス博は、6月20日の夜に、兄ルイ16世に会ったのが、今生の別れとなった。 彼は2年後の兄の死と前日の王妃を摂政職から排除する法律によって自動的にフランスの摂政となる。6月25日夕方7時、国王一家はチュイルリー宮殿に連れ戻された。議会を代表する護衛としてバルナーブ、ペティオン、モブールの3議員が途中で加わっていた。道中の各地に国王に礼を尽くす者は撲殺。 国王に非難を加える者は縛り首との警告ビラが貼られた。パリは国王一家を沈黙で持って迎えた。以後の国王は民衆にとっては裏切り者、革命にとっては玩具となってしまった。この事件はフランス国民に多大な衝撃を与えた。国王が外国の軍隊の先頭に立って攻めてくる気であったという事実は立憲君主制の前提を 根底から揺るがす大問題だった。ルイ16世は革命の敵、反革命側なのであり、それどころか国家の敵ですらあり、フランス人の王としての国民の信頼感は著しく傷つけられた。それまでは国王擁護の立場を取っていた国民が比較的多数を占めていたが、以後多くは左派になびいて革命はますます急進化した。したラメットやバルナブは国王は 何者かによって誘拐されたのだとする誘拐説を撤っち上げた。立憲君主制を成立させるには、イエを首謀者とする嘘の陰謀が必要で、ルイ16世は被害者であったという捏造を強弁した。この嘘はバルナーブの雄弁によってある程度は成功し、フランス革命は立憲君主制と立法議会の成立というところまでこぎついた。しかし、 この公然の嘘には当然、左派は激しく反発した。革命はもはや1789年の理想の、範中では収まらなかった。シャンド・マルスの誓願は、ラファイエットの国民衛兵隊の発砲により、流血たとなり、共和主義宣伝の機会を与えた。ジャコバン派は分裂し、フイアン派が脱退する事態となった。フイアン派は、なんとか君主制と革命とを両立させようとその後も、 するが、国王類16世とマリー・アントワネットが外国軍による解放という考えを捨てなかったこともあって結局は共和制、フランス第一共和制の樹立の方向に革命が進むのを止められなかった。また別に楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。